体積によってできた地層氷河に運ばれる岩石堆積とは堆積物を形成するに至るまでの過程の総称を言う。常温常圧の下で既存の岩石の風化、侵食によって生成された採設物や火山採設物、生物以外などが流水、氷河、風、火山活動などの作用と重さにより振るい分けられて集積される過程。 および科学的作用により、水溶液中から沈殿し集積される過程を示す。集積した抗生物が岩石の風化、侵食などから分解、運搬、振るい分けられて集積される作用を堆積作用という。この作用には、機械的作用によるもののほか、科学的作用や生物学的作用によるものを含み、それぞれ多様な堆積物の層を形成する。 流水作用による堆積は、主に河川及び波や沿岸流、潮流によってなされる。河川が、それまで、川床勾配の急な山岳部から、勾配の緩やかな平野部に出る箇所や、湖障、海洋に流れ込む箇所においては、流速や流量が減じて浮力が低下し、それまで運搬されていた砂きが、重力によって流れから取り残され、るい分けられて集積し、 沿上地や三角州等の堆積地形を形成する。沿岸流や潮流による堆積の例として、砂子や砂浜が挙げられる。また、流水による堆積の場合、堆積環境によっては、リップルや遮高創理などの堆積構造が形成され、堆積環境の推定や地層の上下判定に用いられる。堆積作用は必ずしも流水の作用を必要とするものではない。 氷河や風によっても分解、運搬、集積は行われ、それぞれ特徴的な堆積物を形成する。蒸気のような採設物のほか、岩塩や石膏、区敗岩のように蒸発等によって、湖水等の水溶液中で飽和するなど、科学的過程を経て沈殿したものも堆積物として扱われる。堆積物が属性作用を受け、固結して形成されたものが堆積岩である。 主な堆積岩として、歴岩、砂岩、泥岩などがある。多くの鉄鉱石を産出している島上鉄鉱床は、かつて海洋中に大量に溶解していた鉄が酸化鉄になり沈殿したものであり、その大半が生物学的な堆積によってできたと言われている。他に、生物以外が集積し堆積したものとしては、チャートや石灰岩が代表的なものとして挙げられる。 データンは、草本、樹木類や、苔類などの植物以外が、還元状態で堆積したもので、現在も主に寒冷な地域の湿地などで形成され、続けているのが観察できる。石炭は型や故障などの水中に、植物以外などが堆積、データン化した状態で堆積物中に埋没し、さらに熱や圧力等の作用によって変成することで、形成されたもの、 さらに石油や天然ガスは堆積した、生物以外が非常に長期にわたって、石炭同様に編成を受けて、炭化水素に分化したものであるとする説が主流となっている。ありがとうございます。